Welcome to my video ということで、ついにチャプター4シーズン2開幕になるか。さて来い、来た、お来た、はい、トレーラーとかはもう見ました、見たので、からバトルパスをとりあえずクルーパックだからもらえるのか。そうだそうだそうだ、はい、取得、アンロック、さあバトルパス買いましょう。レベル全部買おう、もう T100 まで買っちゃいます。レベル購入、きた、バトルパス500ね。でこっからページ取得で10ページ、14ページか。カーボーン、99個のアイテム入手します。やっぱ毎シーズン恒例だよね。きた、この妹マジショット、きた、T100 スキン、おお、水木だって。マスクバージョン、これか、はいはいはい、なるほどね。この間のやつはまだ使えないんだ。え、このスタイルが一番俺使いたいんだけど。マスクいいね、こっちもかっこいいな、超目立つけど。それ以外にもこのレンゾ・ザ・デストロイヤーってスキン、かっこよ、派手、髪がははすげえ。リアクティブオンとオフがあるんだ。こっちのスタイルも後で解放できるのかな。でこれが今に可愛いね、この子。サングラスオフもできるのね。で、はい、サンダー出ました、超リアルのこのスキンイカチーマジで。そして寿司職人バージョンとこっちのバージョンもあるんだ、なるほど。でミスティカ、こっちも使えるんだ、でこれもあるとこちら、はい、ハイワイヤー、あー、え、フード内のめっちゃ可愛くない、こっちいいね、めっちゃいいじゃん、ハイワイヤー、やば、思ってた以上にめちゃくちゃ可愛い、超いいっすね。とドリフトですね、かっけえ、いいね。マスクオンのこのスタイルもいい、これも早く使いたいね、まだ解放できないけど。でエレンが、問題のエレンが36日後じゃん、早いね。あ、全然あれだわ、ゲラルトよりも早いっすわ、36日後。うわ、早く使いてー、エレン。で1ページだけなんだ、なるほど、心臓を捧げよう。はは見て走り方、このぐらいつる足、おもろ、なんかすごい振り方する、新しいアニメーションじゃん、マップをすげえ、右下が全然新しい、レッツゴー。バトルバスも一緒だ、うわあそこだ、メガ、日本テーマの新効果場所、新武器、すべてが新しくなったシーズン2。あ、これレールじゃない、これ、うわ、レール乗りたいけど乗れねえわ、レールにもういきなり乗っちゃっていい、うわーすげえ、あーすごい、レールやば、おお、ジャンプ、おー、ジャン、おー、すごいすごいすごい、おーおー、すごい、やばい、これが新しいショットガンだ、ハビックポンプショットガン、拡張、スライディング中に中高系の弾薬を得られる、だって。お、これなんだ、コンバットショットガンの白、これ乗れるん、あ、乗れるんだ、結構高いとこから乗れるんだね。あ、バイクあった、バイク乗りたい、行けバイク、おお、おお、なんか全然、わすごい、ブーストやばい、ブースト、このバイク全然違うわ、見てて、いくよ、うおー速すぎ、すげえ、桜だ、桜、桜あるよ、桜、逆にジャンプができない、なんかジャンプできないっす、なんかウィップラッシュのバイクバージョン的な感じだね。新しいお寺だ、新しいアサルトじゃん、この上登ってみるか、桜の木だ、お、なんだなんだあれ、え、なんかあるよ、ボス、何あれ、めっちゃ遠くにカードキーみたいな表記あるけど、これ車じゃん、え、誰かいる、おお、すげえ、ブーストでどうやってすんの、お、車かっこよ、かっこよすぎる車、お、これだボス、いた、日本語喋ってるよ、日本語喋ってる、
おお、青のアサルト。ハボックサイレント付きアサルトライフルだって。この人だよね、多分ヘビスノーって来てたの。したら150出たよ今のヘッショ緑で。強いんじゃね。待ってボスを倒している人は、あお、ミシックの39発えぐ。ミシックのハボックサイレンサー付きアサルトライフルだって。カードキーもあるじゃん。ちょっと待って、カードキーあるよ。このカードキーはどこっすか。あそこだ。おお、カードキー開けた。もう建築できない。なるほど。どうしよう、ブラッドハウンド。おお、すげえ、出た伝説のスラップジュース2つあんの、しかも。おお、嘘、やば、強っなんか将軍いるんだけど、なにこれ、よくわかんないわ。強くね。なんだこれ、すべての宝箱から、すべての宝箱から追加でスラップが出んの。強っ。なんすかこの伝説のスラップジュース、レジェンド。早く使いてえな。なるほど。え、回復めっちゃ強いじゃん。え、全然減らないよ体力。嘘。おおおおお、あー、なるほどね座らないのね、バイクの上。立ち乗りなんすね。ここ道場かな、なんて高価場所なんだろう、ここは。お、すげえ、なんか、おお、わ、わだわ、ジャパンノッティーネッツって名前です。何このグライダー、あ、グライダーじゃない、スラッシュ。何これ何これ、なんだこれ、めっちゃ変だな、予想外すぎる。これはなんか、なんだこれ、使いにくそうおもろい。 あれだね、センスのやつと似てるね、なんかアニメーション。センスのやつに似てるわ。まあでもメイバーまだあってよかったね。全部変わっちゃうと武器わけわかんなくなるもんね。せめてまだ分かってる武器があってよかったわ。うわ、こあれだ、お城じゃん。さて、グライダー展開かっけえ。ドリフトのグライダー今んとこ一番好きだわ、めっちゃかっこいい。う、なになになに、いいんじゃん。え、剣もしかして。出た、キネティックブレイド。おお、かっこいい。おおすげえ、かっこよ。紫、え、竹壊せるんだこれ。基本的に2つのアニメーションがあるっぽい。かっこよ。じゃあ使ってみよう。え、むずっ。お、90くれ。うわ、かっこよすぎる。お、誰、そのなんとかには近づかない方がいい。うわ、怪しい、この人。190、うわ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 、剣持ってる、剣持ってる、怖い怖い怖い。トライアークノックスだって、この人。そして金で190ってことは、これのミシック何ダメなんだろうね、ヘッショ。金190だよ。ミシック190以上ってことじゃない。ワンパンはでもなさそうだけど、どうなんですかね。やばすぎ、アサルト。ほう、おお、強っ。え、強い、このショットガン。ストライカーより使いやすいかも。建築ダメージどうなの。
建築ダメージは普通と。何？物資？物資？何あれ？新物資？エキゾチックなんだ？エキゾチックでハイエストって系があるのね。なるほど。なるほど、建築ダメージゼロですか。ああ、これだ、ブッシュ。なんか時間制限っぽいね。なるほどね、これは強いわ。おお、すげえ、めっちゃいろいろブッシュ出るやん、こっから。すごっ、建築ダメージゼロなんだ。あー、壊すだけなのね。むずそう、使うの。この金のスラップジュースマジで、スラップジュースマジで強いっす。え、すごい。なにあれ、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 なんだあれ。あ、入った入った入った。え、意味ないわ。あ、出た出た出た。お、すごいすごいすごい。え、なんだなんだなんだこれ。ジップラインか。おお、ルート島、これだ。これが噂のルート島、ルートレイクの家らしいけど。別に物資とかは何もなさそうだけど、何が強いんですかね、ここ。あんな感じで出てくんのね。ここハイグラキープめっちゃ強いんじゃない。あ、でこれだ、多分これをやっとけばいいってことなんかな。なんか金色だよ、でもほら。おおおおお、すごい、めっちゃいろんな物資。え、ミシック出んじゃん、こっから。ミシックのパルスライフルあるよ。どうなん、強いん。強そうだけど、どうしよう、迷うな。しかも下に金庫あんじゃん、これ。うわ、金庫ある。しかも鍵2個で開けれんの。わおー、ルート島やばやばいね。鍵2個で開けれる金庫がルート島にあると。なるほどね。あー、でも他の金庫よりはレベグレードちょっと下なんだ。他の金庫の方がグレード高かったわ。届く、届け。あー、すげえ、この上は飛べるんだ。これは何な、ゴジラのあれかな、新宿の歌舞伎町のゴジラをモチーフにしてるのかな、もしかして。あの映画館のなんかぽくない。え、よし、もう一回金庫開けて。ミシックのやつでどれだ、これか。これで何でも入るか見たいんだよね。ワンパン、ワンパン、ワンパン、みんなワンパン。え、やばいやばいやばい、ワンパンワンパンワンパン、ショットガンワンパン帰ってきた。えぐ、ポンプは帰ってこなかったけど、その昔のね、これよ、新しい形で帰ってきたよ、ポンプ声が。どこにいる。皆さん、ナイスガイっていう妹を言語変わります。おお、ジージーズまさかのワンパン、よっしゃー、勝ったおもれー、結構新要素楽しめたんじゃない。これでビックロイガスゲットできたか。きたー、ネガブレラ買って、かわいい桜のグライダーはい、という感じで今回の動画も最後で見てくれてありがとうございました。新シーズンマジでおもろいな。ショットガンワンパンがまず いろんな要素が多すぎて、ちょっとまたまとめ動画あげると思うんですけど、今回こんな感じで新要素生リアクション動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いざ。